自己紹介お願いします。My name, Key Yellow Boy. Okay. あなたも？ベイビーマルです。ベイビーマルです。我々大阪に。Yes. そう。そう。We are here in 大阪。Mm. 最初。Start with you. あのなぜ名前ベイビーマル Why? なんか顔が幼いってよく言われて、それがまあ、ベイビー幼いって意味のベイビーベイビーフェイスで、顔が丸いラウンドフェイスで丸、日本語で丸、そう、丸、同じ、そう、it's like、丸 means 意味、round face、yes. like a baby、yes. like baby、like baby、なんかベイビー顔、yes. なぜ名前、it's Japanese okay、日本語大丈夫、okay. そうそうそう、日本人って黄色い人って言われるじゃないですか、そのあそうかイエローモンキーとか、そう、うん、なんかそういうので黄イエローボーイっていうのから、うん、日本から世界に飛び立つって意味で黄イエローボーイだよっていう、はい、意味です、はい、wow. 確かに次質問、なぜ歌唱になったのか、小さい頃から歌を歌う人になりたい、歌手になりたくって、で歌うことがずっと小さい時から大好きで、音楽の専門学校通ったりとかして、で自分で曲作るようになって、今アーティストっていう風にやってます。そうなんだ。 And you? 同じ質問、教えて。僕はもともとヒップホップがめっちゃ好きで、そう、で聞いてたのからやる側になったっていう感じですかね。そうそうそう。音楽以外の趣味は何ですか？ Well, what's your favorite thing to do? Like hobby besides music? Game. Playing a game. You? 同じ？ Me too, I like game. そして教えて、もっと教えて。Why? どうしてゲーム Why you like so much game?、うん、好きなは Apex が好き、うん、楽しい、シューティングゲーム、あれなんて言うんやろ、そう、First Person Shooter、うん、FPS、うん、英語 FPS、そう楽しい、そうなんだ、どれが好き、あの Which games do you like? Apex、 マリオカート、 Apex、 マリオカート、 OK And you? あなたもビデオゲーム、Yes, I like video games. 好きなは？ Apex. Apex? Monster Hunter. Oh, すごい。あと、Monster Hunter. Final Fantasy とか好きです。よかったね。よかったね。よかったね。曲は、あの、好きな曲は？ What's your favorite song? Favorite artist. 歌手？大丈夫。は、アリアナ・グランデとか、韓国人のビビっていうアーティストの方がいて、は、その二人は結構憧れ。好き、あの、英語、音楽、You like English music? 歌？ Like, yes, 好きです。好きです。English music, I like. And you? あなたも？同じ？No? My, I like Young Thug. Oh, すごい。Okay. I love Atlanta. I love Atlanta. So Atlanta rapper? Yes. Ah, そうなんだ。The music is. So you like a lot of trap music? Yes. Oh, そうなんだ。I like trap music. そうなんだ。So Ariana Grande trap music. 面白いな。weird couple. weird couple. 曲の解説。名前、Love Yourself、教えて、説明する、あの曲は、なんか自分の強がってる部分とか、ちょっと自分の弱い部分とかも全部素直に歌詞に書いた曲です、あれは。そうなんだ、私、あの、私のめっちゃ好き音楽、That song, I love yourself, my favorite, 一番好き、So good, よかったな、よかった。あなたも、What's your favorite song? あの、あなたも好きな音楽、自分の曲で、最近出した Shine っていう曲、Shine? うん。ああ、
が結構力強い曲、覚悟を決めたような曲。そうなんだ、うん、新しい音楽、うん、最近去年出した曲。そうなんだ、うん、同じ、yeah. What's your favorite song? 好きな、音楽。 It's the all, all. ああそうなんだ、全部全部全部好きやし、全部に意味込めて作ってます。ああ、はい、そうなんだ。 どうしてどうして、やっぱり、うん、ラップヒップホップって、そう、自分のこのなんか心境とか自分がいる状況とかそういうのから抜け出すために、そういうを歌詞にぶつけるのが僕はヒップホップだと思うので、うん、全部自分の弱いところもさらけ出して書いてるから、うん、全部全部好きです。好きです。 OK、 アニメは好きですか？アニメめっちゃ好きです。そうそう、めっちゃ好き。最近好き、うん、あ、そうそうそう。そして、見たい、見てる、どれアニメ、Which anime、どっち？ハンターハンター？ハンターハンター？とかも好きやし、そうそうそう、最近見てなんか好きなの、そうそうのフリーレンとかが、フリーレン、あ、スイミング？いや、あ、ノノノ、あ、フリーレン、あ、フリーレン、あ、そうか、新しいアニメ、うん、そうとか好きやし、してます。いっぱいありすぎて答えれないって感じ。そう。Very 人気、うん、人気は今人気、so、今人気、right、確かに、yeah, yeah. 確かに。あなたも、もっと最近好きになったからあんまり知らんけど、でもハイキューとか五等分の花嫁、そうで、キセコイ、キセコイ、あ、ロマンスアニメ、 Yes Yes Yes、 I know、 わかります。キセカイ人形恋みたいね、うんうん、それは面白い。そうそう、そして好き、ロマンスアニメ好き、うんうん、そうそう、たくさん見たい、たくさん見たい、そう、知りたい、その、うん、見たいけどどんなアニメがいいかおすすめがわからんから自分たちで探すしかないしみたいな、うん、そうって感じですか。そうそうそう、漫画は好き、好き、漫画めっちゃ見ます。そう、はい、どうしてどうして、 Why don't you like、見たことない漫画、どうして、アニメの方が見やすいからアニメで見てしまう。漫画も見たいけど、うん、彼の方が多分漫画は詳しい。ああ、そうなんだ。今見てんのは、うん、進撃の巨人、アタックオンタイタン。面白い。あれ見てる。そうそう、あれ見てます。悪いあ、エンディング、イージー。うん、そう、It's bad ending。話、いや。クソ、胸クソ、そう、悪い。OK、質問があります。最高のアニメキャラクターは好きですか？誰ですか？最高のアニメキャラクター。そう。What's your favorite? Yeah, yeah. Best, most favorite.女の子やったら五等分の花嫁のニノと、ああ、ミクとニノが好き。可愛い。そう。Okay. 難しい。難しい。一番は難しいけど、上の方に入ってくるのは、うん、クラピカとか。クラピカ。あ、ハンター。そう。クラピカとか。うん、あとは、うん、私も好き。Also like a little bit. It's cool. そう。サボ？ワンピース。ワンピース？おー、サボ！おー、わー！コラソンとかが好きです。そうだな。OK、いいね。そして、次の質問。服装インスピレーションは何ですか？ What's your inspiration for your fashion?着たい服着てる。そうそう、かわいい。例えば教えて。かわいいのが好き。以上です。インスタとかでかわいい女の子を見て、で、あ、かわいいってなって真似したりとか。K-POP の女の子のグループとかのスタイリングとかも参考にしたりしてる。そうなんだ。そして、アイドル好きですか？ You like a group idol? 日本人だけ or もっと K-POP だけ。 K-POP が好き。すごい。あなたも教えて。僕はラッパーですかね、基本好きか、ファッションそうこうも参考にするのは。そうですね、私のめっちゃ好き、服装、ファッション、日本に、うん、Yeah, I love、Japanese fashionめっちゃ好き。Thank you. 夢は何ですか？もっと
有名になること、いろんな人に知ってもらうこと、そうなんだ、自分の音楽もそうやし自分のこともいろんな人に知ってもらうことが夢、うん、そう、たくさん聞いて、うんうんうん、A lot of people to listen、うん、僕はそうですね、有名になって、なんていうかな、レコーディング会社を作りたい、でかく言えば、でそこでいろんな若い子たちを支援したりとか、うん、夢がある音楽に対して夢がある子たちに対して支援ができるようなそう、はい、そのものを作りたいです。そうなんだいいですよね今後の目標は、うん、あ、教えてください。今後の目標教えて。もっと今年はたくさん曲を作っていっぱい世界に配信したいです。う、で、うん、路上ライブとかもできるんやったらしようかなと思ってる。確かに確かに、うん、僕は地方ライブにいっぱい行きたいです、うん、地方のライブにいっぱい呼んでいただいて、うん、いろんなとこを回っていろんなとこのそのなんていうかな、いろんなシーンを見てみたいです。そう、面白い質問、うん、ハイパーパポは、うん、なぜ人気があると思いますか。日本に、はい、そうそうそう、どうしてですか。 Why do you think it's so popular in Japan? 独特な音やし、それがやっぱなんかアニメの影響とかでかいんかなと思うし、それが根強いのが日本やから、やっぱそういう音つ、そういうハイパーポップの音作るのも多分日本の人が得意やと思うし、アニメとか、まあそういうなんか日本のものに関連づいてるから多分人気なんかなと思います。聞き慣れない音じゃないから多分日本、外国の人からしたらなんかあんまり聞いたことないサウンドとかやったりするから新しいんだと思います。そう、たくさんアーティスト、日本にハイパーポップ、うん、ベリーベリーめちゃめちゃめちゃ、あなたも教えて、うん、確かにそうと思った。なんでやろうってあんま分からんかったけど、でも、うん、アニメとかも関わってくるんかなって思った今聞いてて。確かにってなった。ファニーのメッセージはありますか。何でもいい何でもいい。あ、面白い。いつも聞いてくださってありがとうございます。これからはもっと曲を出して、うん、もっともっと有名になるし、うん、なるしというか、まうん、こう自分ももっと行動するので、皆さんは楽しみにして待っててください。いつもありがとうございます。私を知ってくれてる全ての人、本当にありがとうございます。そう、でこれからも曲を作ることはやめへんし、うん、もっとみんなにいっぱい曲届けれるように頑張るので応援お願いします。そうそう、バイバイ以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。バイ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 、ありがとうありがとうありがとうございます。 OK